はい、こんにちは、村田嵐です。はい、本日はですね、久々、もういつぶりやろ、1ヶ月ぶりぐらいの、ハウトゥー動画にしていきたいと思います。そして本日何のハウトゥーをするかというと、まあ、本日の波の状況が、胸肩ぐらいで、まあ、結構たるめな波なんですよ。まあ、というわけでちょっと今回それで思いついたのが、ハウトゥーたるい波の時の、ボトムターンをやっていきたいと思います。結構僕昔からボトムターンだけに結構こだわっていて、で、まあ、いろんな、ロスさんやったり、まあ、コーチからいろんな指導を受けて、まあ、その上で結構学んできたり、まあ、経験してきたことがあって、まあ、その中であかんことやったりいいことやったりを僕が、経験した上で知っていることを今回皆さんに話していきたいと思います。で、ボトムターン編はスケボーでやったことがありまして、だけど意外とこの海でのハウトゥーボトムターンはあまりやったことがないというか、やったことがなくて、だから記念すべき第1回ハウトゥーボトムターンなんですけど、まあ、スケボーではですねあるので、そちらもぜひ、見てほしいんですけど、でもそれは結構前ですね。で、久々にボトムターン編です。しかもフェラスたるい波での、ボトムターンなので、もう本当に僕も苦手やし、結構難易度が高いんですよ、たるい波の時のボトムターンって。だからたるい波の時って意外とみんなボトムターンはせずにカービングだけやったりしてしまう方が多いと思うので、まあ、その中でもたるい波の中でもボトムターンしたら絶対に勝ちやと思うので、はい、その中でもハウトゥーボトムターンやっていきたいと思います。ボトムターンの大事さについて話したいと思います。いや、ボトムターンの大事さっていうのは、テイクオフ1でステップ2にボトムターンぐらい大事なことで、そのボトムターンが深くないとトップでの激しい動きができなかったり、あとはボトムターンがなかったら上での動きやったり、その波のその後の動きが失速してしまったり、します。逆にボトムターンをタイミングミスってしてしまうとあかん時もあるし、そのタイミングやったりボトムターンの姿勢やったり体勢やったり、あとは手の使い方などを本日ハウトゥーをしていきたいと思います。いや、実際に波もですね肩ぐらいあって、まあ、逆ちょっとたるめなんですけど、すごい分かりやすく説明できるかなと思うので、村田嵐流たるい波の時のボトムターンというわけで本日やっていきたいと思います。はい、それではですね、ちょっとまず僕が実際にサーフィンしていきたいと思います。まあ、その中でボトムターンをやっていって、まあ、僕は何も意識せずに、まあ、いつも通り のボトムターン方法をやっていきたいと思います。では早速まずは海に入って、その後、僕はこういう意識をしたりやったり、こういう使い方をやったっていうのを説明していきたいと思いますので、まずは、海に入ってサーフィンしていきたいと思います。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。はい、というわけで今1ラウンドやってきたんですけど、まあ、ちょっと波がですね難しすぎてちょっと分かりにくかったと思うんですけど、まあ、ちょっとここの陸で分かりやすく説明していきたいと思います。はい、本日はですね、見ての通りなんですけど、たるい波やったんですよ。で、掘れとる波の時ってめちゃくちゃ波が押してくれるから、まあ、そのまま下に行ったらそのままボトムターンしてできるんですけど、まあ、こういうような、かなりたるい波の時って無理やりボトムターンして体勢低くしてこう前に倒したとしても、まあ、そこで逆に失速してしまったり、
体だけバタッと倒れてしまったりします。まあ、結構経験ある方おると思うけど、こうテイクオフしてこうパッて立ってでめちゃくちゃ軽くなってきて、うわどうしよう、ここどうしたらいいんかなって思う時あると思います。まあ、だけどそういう時でも対応できるボトムターン法があります。で逆にそういう時にボトムターンをやめて棒出しやったり、あとはパンピングやったり、まあ、するんではなく、そこでもボトムターンするべきかなと思います。ちょっと僕もですね、今日実際にできたかわからんないけど、その方法を僕が教わったり経験した上でちょっと得たことを皆さんに伝えていきたいと思います。はい、まずですね、軽い波の時って波がまず第一に押してくれません。なので自分で波を作ってあげるしかないんですよ。でその作ってあげるっていうのは、まずはこうフェイスがないとこに走っていくんではなく、そのフェイスがあるこのスープが割れているとこにずっと自分が維持する、もしくはそこではなくもっと目先のとこに波が掘れていったらそこに向かって走っていく。っていうのがポイントかなと思います。で、ボトムターンをどうしたらいいかというと、まず、掘れとる波の時の波が押してくれた時の波のボトムターン法なんですけど、まあ、限界までしゃがんで、ボトムターンはできるんですけど、軽い波の時はあえてその本気で全力でボトムターンはしなくていいんですよ。もう本当に今日みたいな波でも僕は全力ではボトムターンをしなくて、 100% のボトムターンが掘れとる波の時のボトムターンやったら、こういう軽い波の時のボトムターンは正直 60% ぐらいのボトムターンでいいかなと思います。まあ、どういうことかというと、もう掘れとる波の時のボトムターン、僕の方法の形は限界までしゃがんでこんなボトムターンなんですよ。だけどこういうちょっと軽い波の時はパワーゾーンをキープしながら、それかもしくは掘れとる波のとこを探しながら、もう本当にこれが掘れとる波の時やったら、僕今日は本当にこんぐらいのボトムターンでやりました。で、ボトムターンのちゃんとした形はちょっと後で話すんですけど、もうやっぱり軽い波の時はもう限界までボトムターンをしてしまうと逆に失速します。なので 60% だけの力でボトムターンをするっていうことを皆さん意識してみてください。まあ、だけどこう波チェックして、うわ今日軽いからちょっとボトムターン 60% オンリーにしてみようかなっていう考えではなく、そのやっぱり波ってその今日は軽い波って決められてないから、いきなり掘れてくる波のもあるんですよ。こう抵抗して、まずはファーストアームが軽かったとしても2発目でめちゃくちゃ掘れてくる波の可能性があるので、やっぱりそれは波によって対応になってくるんですけど、こう抵抗したら軽かったら 60% でボトムターンしてカービングやったり合わせて、いきなり掘れてきたらもう一気にそこでちょっと頭の切り替えが結構考えが必要なんですけど、掘れてきた瞬間に一気に 100% のボトムターンにしてみるってことが大事かなと思います。だから波に合わせてボトムターンやったりリップのアクションを変えていくのが上達への近道かなと思います。チャンネル登録よろしく。続いてはめちゃくちゃ大事なポイントのボトムターンの形です。これ結構めちゃくちゃ大事で、スケボーのハウスボトムターンのスケボー編の時に僕が結構やったことなんですけど、ボトムターンのフォーム形なんですけど、それはどういう風にしたらいいかと言いますと、まずは掘れとる波の時と軽い波の時の比較をしていきたいんですけど、掘れとる波の時、さっき言った通り 100% の力でやるボトムターンのフォームなんですけど、どういう風にするかと言いますと、もう完全に、こうバッとしゃがみます。で、ここでポイントなんですけど、ボトムターンってこうしゃがんだらいいって思う方結構多いと思うんですよ。自分も最初しゃがんだらいいやろって思っとったんですけど、それでは下の板に力が伝わらないのでダメで、だからどうしたらいいかというと、こう普通にこういう風にしゃがむんではなく、横から見てもらったら分かるけど、こうしゃがむ、こうやって普通にしゃがむんではなく、つま先より膝が出たらあかんのですよ。普通にボトムターンしてって言ってみたら、多分多くの方がこういう風にしゃがんでこういう風な形、これが普通やと思います。だけど全然違って、つま先より膝が絶対出たらダメで、どういう風にするかというと、まあ、こういうことです。もう後ろに倒れそうになるぐらいの体勢を作るんですよ。だから意識としては、家でもこれできるんですけど、つま先より膝が出ない角度、姿勢を作ります。で、これで
この上で腰を前に向けます。でこの状態で骨盤が前に向いてますよね。この状態が、一番めちゃくちゃいいボトムターンのフォームで、これプラスどういう風に前に倒れるかというと、体だけこうじゃなくて、この肘を地面につけるかのように、こういう風な形を作ります。で、もうこの時点でこのボトムターンがこう波が来ている状態で、めちゃくちゃいいボトムターン法です。これが 100% のボトムターン法ですね。で、前からやってみると、まずつま先より膝が前に出ないことを意識して、こうしゃがみます。で、腰を前に向けて、自動的に骨盤が、腰が前に出たプラス、膝が入ってますよね。これでもうガニ股じゃなくてスタイリッシュなスタイルになる。プラス前に向けたら、肘を地面につくかのようにこうしてしゃがみます。もうこれでボトムターン完成ですね。 100% 力を入れる時のボトムターン法であり、たるい波の時のボトムターンがやっぱ問題になってくるんですけど、それはまあでもさっきと一緒で、たるい波の時の場合はもうでもさっきと同じポイントがいくつかあるんですけど、それはつま先より膝が前に出ないってことと、骨盤を前に向けるってことで、そこからさっきはこんぐらい 100% しゃがんでいたんですけど、たるい波の時は 60% だけ、 60% っていうのはあくまでも目安なんですけど、ちょっと気持ちしゃがむで、次はこの肘をこう下に下ろすんではなく、この指先やったり、手のここですね、レギュラーフッターの方はここを水面につくかのような勢いでしゃがみます。こんな感じ。さっきは肘をつける勢いやったけど、この次はこの手のここを水面に若干タッチするぐらいのイメージでこういう風にやります。そうすることによって、フォームが完璧になって、こう水面に手をつけることによって、こういい感じに体と同時に板も斜めに向いて、レールが入っていいボトムターンになります。なのでちょっと改めて言うと、たるい波の時はまずつま先より膝が出ない姿勢を作る。で、骨盤を前に向ける。で、 60% しゃがんで、ここの手のここを水面につけるイメージでタッチしてボトムターンする。これがたるい波の時のボトムターンです。チャンネル登録よろしく。はい、というわけで本日はたるい波の時の、ボトムターン法をやってきました。本当に惚れとる波の時とたるい波の時のボトムターンっていうのは、全然違って、使い方によっても、全然違います。だから本当にボトムターンって何種類もやり方があって、その手のつき方、イメージとしては肘をつくとか、あとはここの手のここをつけるイメージとか、あとは何パーセントでしゃがむとか、結構細かいところまであるんですよ。だけど僕の経験上では本当に使い分けることがめちゃくちゃ大事なんですよ。で、 YouTube でYouTube やったり本で見るボトムターンっていうのは、結構一定の一つのボトムターン法しか書いてないと思うんですよ。それを見てサーフィンに挑んだら、ただもしそれを見てサーフィンに挑んで、でボトムターンをやってみたら、あれなんかできやんって思った方おると思います。まあ、やっぱりそれは波によって変更していったり対応していかないとうまくはいかないんですよ。なのでこういう風に惚れとる波やったり、たるい波の時のボトムターン法が大事かなと思います。というわけで本日はですね、ちょっともう波が悪くなってしまいまして、本日はこんな感じで、終わっていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもですね、ためになったなと思ったら、チャンネル登録とインスタグラムフォローよろしくお願いします。